ワルサー MPL を構えるポルトガル海軍の兵士憲兵を受けるポルトガル海軍憲兵。ワルサー MPK を手にしている。ワルサー MP は、ワルサー社が設計した短期間銃である、超重心モデルの MPL と単重心モデルの MPK の2種が存在する。L と K はそれぞれドイツ語で、超、単を意味する。1950年代末、西ドイツにおける軍を呼び、 警察の細部装計画に合わせ、ワルサー社では短期缶銃の設計に着手した。この新型短期缶銃が、ワルサー MPLK となり、1963年から量産が始まった。ワルサー MP は軽量かつ高い生産性を誇る短期缶銃である。主要部分は、プレス成形された薄いスチール板で構成され、銃の右側面に折りたためる重傷は、 鉄パイプを折り曲げた軽量なものとなっている。また、重心を前方に置いた L 型ボルトを組み込むことで前兆を抑えている。このボルトはブローバック方式で作動し、射撃はオープンボルトの状態から行われる。コッキングハンドルはボルトと連結していないので、射撃中は全身位置に止まったままとなる。安全装置を兼ねた三点式のセレクターレバーは、 銃の左右どちらからでも操作することができる。弾層は、スウェーデン製カールグスタフメートル45用弾層を参考に設計された。重心先端の固定ナットを緩めると、重心をレシーバーから抜き出すことができる。1964年、ワルサー社は戦後ドイツの企業としては初めて消音機に関する特別の許可を得て、ワルサー P38 ピストル及びワルサー MP 用の 消音器を設計した、西ドイツの諜報機関で使用されたほか、在独米軍の特殊部隊でも使用されたとも言われている。ただし、ワルサー MP は、機械的な動作音が非常に大きく、静粛性は限られていた。消音器を取り付け、アオン速弾を射撃する音を5メートル離れた位置から測定するテストでは、ピーク値で116から118デシベル程度が計測された。 西ドイツでは海軍が MPL を採用したほか、いくつかの警察機関が MPL および MPK を採用している。1972年のミュンヘンオリンピック事件では対応に当たったミュンヘンの地元警察により MPL が使用された。ただし、 この時に出動した警察官の大部分はパトロール巡査としての訓練しか受けておらず、MPL の使用経験もほとんどなかったという。事件後に新設されたタイテロ特殊部隊 GSG-9 では、ワルサー MP ではなく H& 傾斜性 MP5 が正式短期間銃として採用された。これをきっかけに MP5 の普及が進み、一方のワルサー MP は徐々に姿を消していった。 その他、諸外国に対する輸出も行われた。ブラジル、コロンビア、ベネズエラなど、多くの国では、軽量小型な MP 系のみを採用していた。アメリカ合衆国でも特殊部隊向け短期間銃として、ワルサー MP が用いられた。ベトナム戦争中には、ネイビーシールズが使用したほか、グリーンベレーが実施した、アイボリーコースト作戦でも用いられたと言われている。デルタホースでは、 M3 サブマシンガンから MP5 への装備移行機に、ワルサー MP が使用されていた。結局、輸出を含めても売り上げは振るわず、1983年には製造が中止された。最終的な生産数は2万7千兆ほどだった。アーバンスクエア琥珀の追撃、オメガ7、ルパン3世シリーズ、ルパン3世くたばれ、ノストラダムスのストラダムス教団実行部隊の、 隊員たちが使用する、ルパン三世ギリのエリューシブマ、モーキョウスケが500年前の世界において、ノースケの兵士たちに供与した武器の一つとして登場。コールオブデューティブラックオプスマルチプレイでのみ、MPL が使用可能。ありがとうございます。